い、では、よさがシティからですね、今回やっていこうと思います。で、今日金曜日なんですけど、不安って出るかな。出るようだったら一回ちょっと戻りたいんですけどね。あらら、オッケーオッケー。じゃあライバルとバトルですね。行くぜ。久しぶりな、4体か。あら、まだ進化してないのに可愛いわ、ニックル。あ、ドラちゃんいけるかな。飛行技使われたらちょっと怖いんだけど。なんでつく。へい。おお、いいね。ポニータ。ポニータか。あ、そっか、炎の打点はあるな。てか、回復してないっていうね。ナメプだろ、ちょっとライバーに対して。ちょっと申し訳ないな。ねえ、ささみ。そしたら多分ね、向こうはナエトルを出してくると思うわ。ポニータ倒したら。なるほど。早いのね、あなたの方が。フル光線。あ、やっぱりそうだよね。怪しい画面はドラちゃんかな。ナイトルの進化系な。あ、てかドラちゃん HP やばいの、大丈夫かな。はい、豆返し。わかった。効かないよね。そうだよね、格闘だもん。格闘じゃなくて虫だもんね。へい。いやー、余裕ですわ。いやー、強いわヘラクロス。あ、最後ブイゼルか。いや、みんな使うか、私の大事な仲間たち。ギガドレイン覚えたしな。お疲れ様でした。いや、余裕だな、余裕。ありがとうございます。また負けたのかよ。お、もうとばりか。はい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 。ということで、ライバルとバトルをしたんですけど、ちょっと回復してないのをちょっとやばいな。回復しましょう。で、多分私が記憶してるっていうか覚えてるの、夜だったと思うんだけど、金曜の夜か夕方だよね、不安定出てくるの。ちょっと一回様子だけ見に行ってみるか。谷間の発電所だっけ、あそこに出てくるんですけれどもね。朝とかこう日が昇ってる間は確か出てこなかったようなって感じで。預けて、じゃあ行きましょう。あ、いた！いた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 ！あ、お、いるんか！わーい！じゃあ行きますか。フワンテちゃん、かわいいんだよ。こんにちは。あ、ちょ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 、フワンテちゃん。そろそろそろ、あ、フワワー！おー、来たー！かわいい。ゴースト飛行タイプですね。進化するとね、レベル22。あ、いい感じだけど、ノーマル技は効かないんだよな。ツバメ返しでどこまで削れる。おお、危ねえ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 、怖い怖い怖い。当たり目いくぜ。なんか変なことすんのよ、変なこと。自傷行為みたいな。
爆発とかしないでよ、頼むよ。はい、石状態でかけた方がいいかな。ちょっと変えますか。ちょっと変えるか。よし、ビレゴナかけよう。よし、もうこれ以上に弱らせるのちょっと怖いんだよね。あ、シャドウも覚えてる、いいね、いいいいいい、よっしゃー来たー、不安定。ニックネームどうしようかな。仲間にします、パーティーに加えます。タビパです。 0.4 メートルってことは40センチか。 1.2 キロ軽いですね。ゴースト飛行、人やポケモンの魂が固まって生まれたポケモン、ジメジメした季節が大好きだって。へえ、意外。ニックネームはピオーネでいこうかな。どうしてかっていうと、見た目がなんかあのブドウの粒に少し似てるからにします。いくぜ。てかまたオスか、みんなオスだなね。さてさて、じゃあちょっと回復いって、じゃあヨスガに戻ろうかな。はい、戻ってきました。ヨスガして、コンテストに出なきゃいけないのかなって思うんだけど、あれ先進める。あ、あれ、なんかさ、 DS の時ってさ、なんかコンテストに出ないとこの先進めなくなかった。ジム行ってみるか。ジム、うーす、あ、コンテスト回避できるのか。あ、こんにちは。ここに来たってことはジムトレーナーに挑戦だな。だから、ね、本当に申し訳ないが、それは無理な話なんだな。なぜって聞きたいだろうか、先に答えちゃうとジムリーダーがいないからだ。あ、くそー、やっぱりやんないとダメかコンテスト、え、でもあれだよね、ポフィンケースももらってないからポフィン作れないよな。うん、練習しないとダメかな。あ、こんにちは。はい、ちょっともう一回コンテスト会場行ってみるか。ふれあい広場西ゲート、スーパーコンテストショーに勝つなら練習。じゃあ練習してみよう。はい、参加するポケモンとコンテスト技。じゃあささみちゃんにするか。ポケモンのテンションがマイナス3倍、もらえるショーポイントが2倍増える。え、じゃあバブル光線する。ボールカプセルはこれ。はーい、コンテスト難しいんだよね。お、来た来た来た、説明。あ、なんかダンデさんがいるかと思った。違った。あ、ピカチュウいる。ピカチュウ。ビジュアル審査ね。カスタマイズしたボールカプセルの見栄えが評価。へえ。あ、かわいい。あ、そう、ダンスとかあったわ。ポケモンのリズム感が評価されます。はい、これあったな、懐かしい。ノーツが流れてくる、まあ、リズムゲーですね。判定エリアに重なるタイミングで A ボタンを押してください。ロングノーツは帯状に伸びたノーツです。
帯が続く間 A ボタンを押し続けます。え、長押しでいいの？あ、いいんだね。 OKOK。 ノートをタイミングよく叩くとハートゲージがたまります。ゲージが最大なら旅ショーポイント、ハートを1個もらえます。ほう、ダンス審査では1回だけ X ボタンを押してコンテスト技を繰り出せます。へえ。技を使うとショーポイントがもらえて、他のパフォーマーと連続で出すと、技連鎖となりもらえるポイントがアップ。 X ね、技使えたきゃ。4人のショーポイントハートの合計はノルマを超えるとスーパーコンテスト賞成功。成功した時にもらえる成功ポイントを貯めれば会場ランクがアップ、ステージが豪華になります。へえ。はい、ちょっとやってみよう。いくぜ。あ、ピカイチだって、かわいい。ハードヒューンって出るの超かわいいんだけど。すみれさんとりんりんさんね。みんなニックネームつけてるね。もっとシール貼ってくればよかった。いくぜ。かわいい。あかわいい。みんな技使わないのか。いけお、階段じゃない？おー！ノルも超えましたかね。はい。え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？え？え、え、ど、どういうこと？いいのか？え？え？What？さっきのはダメだったってこと？どういうことだろう。え、じゃあちょっと本戦参加してみますか。はいはい。どのコンテスト、あー、こういうのあったな。かっこよさ、美しさ、可愛さ、賢さ、たくましさ、そう、かっこよさ言ってみる。どのランク、ノーマル。はい、ささみ行くか。いや、ポフィンも何も作れてないっていうか、作れる環境もないのに大丈夫かな。テンションがマイナスの場合、プラスの、じゃメタルクローで行ってみる。じゃ行ってみるぜ。じゃコンテストスタイル、おお、かわいい。お願いします。はい、ハートがポンって出るのってあれなんだ、あの評価ってことね。ボールのムッチ、ムッチかわいい。こういうの黙っちゃう、めっちゃ。
いけ。ええやん。どうどうどう。お、成功、成功ポイント獲得。あ、ランクとかあるんですね。ベストパフォーマーだーれ。あ、やったー勝ちました、勝ちました、ありがとうございます。商品の加工さシール A をお渡しします。勝ちましたけれども、本戦これ、あれ、これどうやって進めたっけ。あれ進む条件が分かんないな。まだメリッサいないよな。早く事務戦やって先に進みたいのだが。の居場所ね、はっきりとは言えないが、君がいろんなところに今日も、あ、わかった、これ先に進まなきゃいけないやつだ。あ、そうだ、だメリッサってあれか、3番目のジムリーダーじゃなかったよね。あ、そっか、はい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 。まあちょっとコンテストに興じたな、今回はな。ほっぺのあたりがピクピクしちゃうのがその証拠。ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウふれあい広場。お、あ、こんにちは。あ、お散歩しようか。参加できないの、ドラちゃんと小枝。じゃあ新しくゲットした、はい、ピオーネちゃんとおいで。少し寂しそう。なんでだよ、なんでだよ。ピカチュウモフ。お、ボルちゃん、はい、おー、かわいい。そっか、まだ懐いてないもんね。お、甘えた目でこちらを見てる。かわいいやつめ、かわいいかわいい。さっきなんか突進してきたよね。抱きついてきたというか、早く壊れそうになった。あ、危ない危ない、かわいい。これから仲良くなっていこうな、ピオネはな。ついてきてるかわいいかよ。ここでは木の実を料理してポフィンを作ることができます。あ、できる。あ、やっぱそうだよね、ポフィンケースがないと無理なんだよな。メロメロ、へへへへ、かわいい。あ、ピンプクじゃん、ピンプクちゃん。私毎日ここにピンプクと来てるの。ここの甘い木のみのみと散歩させられるもん、いいなー。ピッピもいる。何か持っている時があるよ。ふりあい広場では R スティックでカメラを動かして追跡ポケモンを自由に観察できます。 R スティックボタンを長押しするとカメラが最初の状態にセットされます。え、あ、ほんとだ、ほんとだ。ホワンってなかなか映りづらいところにいるよな。おお、おい、君たち全員前を向け、前を、前を向くんじゃ。おお、来た来た、かわいい、かわいい。あ、同志がいるわ、同志が。可愛いですよね、不安って。ふふー。そこは昔何かの遺跡だったんだ。へえ。もののけプレート。そのもの、時間、空間の2匹、分身として世に放つ。ギャルガとパルキアか。あ、なんかアイテムあるよな、あそこ。あった。お、お守り小判いいですね。
誰かに持たせとこう、お守り小判。お金がね、2倍になるってやつですな。あ、トバリシティに行こうってなってるわ。じゃあ出ますか。はーい。おや、お客様、先ほどお散歩していたポケモンちゃんが外に出たがってるようですね。ポケモンちゃんにそのように思わせるトレーナーって本当に特別なんです。これからは広場以外でポケモンちゃんを外に出してあげるときっと喜ぶと思いますよ。え、できるのそんなこと。お、できるのかな、釣り歩くこと。何ボタンでできるんだろう。あ、できた。おー、出てきた。かわいい。どうした、何か喋るようにうなり声を上げている。ほほほ、かわいいやつめ。じゃあもうちょっとやるか。なんか今回ちょっとコンテストだけやってって感じだったもんな。よしよしよし、じゃあ先に進みます。まあ、自転車に乗るとできなくなるんだよねこれね、きっとポケモン釣り歩くの。でもできるわ。へえ。まあ歩きますか。さて、じゃあこの辺のバトルをやっていこうと思うのですが、ポケモンブリーダーだね。お願いします。お、ウソハシ。岩タイプですか。格闘技持ってたらな倒せるんだけど、ちょっとこれを不利だけど、でもレベル差でいけるか。ドルちゃん頑張れ。うーん、ちょっと厳しいか。頑張った。あ、まあでも岩技使われない限りいけそうな気がする。あっあ、大丈夫。そっかそっか、格闘入ってるから、そっか、当倍になるのか、西格闘だから。オッケーオッケーオッケー。え、ピチューさんやん。ピカチュウはね、アニメの声ですけど、ピチューは違うんだよね。なんか映画のピチューめっちゃ可愛かった。ずっと昔にやってたやつ。あれ可愛いよね。なんか双子かなんかピチュウ2匹がさ、なんかあのピカチュウからかったりとかしてめっちゃ可愛かったな。余裕ですわ。こういうスーパーコンテスト賞に向けてビーダーと特訓しているのです。おろろ、先にスーパーコンテスト賞に出場なさったのですね。あ、シールくれた、ありがとう。お前みつ、お、いい釣り竿。はい、あれ、ボロい釣り竿私もらってないよね。どこでもらえたっけ。まあいいけど、いい釣り竿。釣り竿、あ、大丈夫だと思う。はい、でこの辺も戦っていくかって、トレーナーか。あ、はい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 、はい、ジョギングしてる人ですね。皇居とかね、朝の公園の前でよく見るような。お、ルクシオ。頑張れドラちゃん。あー、威嚇入れられて。コリンクの進化系です。噛みつく、効かないよ。どう、お金稼がないとな、虫
明けスプレーめっちゃ買ったからさ、お金があんまりないんですわ。次この人、この人もトレーナー違うか。あなたからポケモン好きの香りがしてくる。あなたのポケモンデッククラブの会長認められるかも。よそがシティにいるはずです。あマジか。え、よそが戻る。ポケモン大好き、大好きクラブなんてあったっけ。あ、いた、ここか、大好きクラブ。ポケモン可愛がるときにどうしていますか。私はポケモンにポフィンを食べさせております。なぜならばポフィンを食べさせることで愛情を伝えられるからです。甘いポフィンを食べたポケモンのその可愛さが食べる前よりもアップします。はい、ポフィンはいいことづくめであるからして。あー、ポフィンケースあれか、会長からもらえるんだね。お、はーい、これでね、ポフィンが作れるようになりました。あなたと仲がいいのに一緒にやれて幸せって感じ。あ、ほんと？やった、ドラちゃん予約懐いたか、私に。じゃあちょっと帳まで行こうかなと思ったんですけれども、じゃあ最後ポフィン作って終わりにしようと思います。料理しよう。適当に一番持ってるオレンの実、クラボ、モモン、じゃあこれで作ってみるか。最初はなんかゆっくり回せって言ってたよね。はい、くるくる。お、なんかちょっと固まってきたかな。ケーキみたいな感じなのかな、ポフィンって。マフィンとか。はい、くるりん。お、なんかどんどん固まってきたね。あ、ちょっと焦げる、早く。はい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 、やばいやばい、焦げちゃう焦げちゃう焦げちゃう。あ、ちょっとなんか焦げたっぽい。ガーン。へへへへへ。おー、できたー。あー、やっぱ一回焦がしたよね。カラシブポフィンレベル8、辛くて渋いって。まあこんな感じでね、ポフィンを作るんですわ。はい、でそれを食べさせて、コンテストをね、ステータス上げて、かっこよさとかね、かわいさとか、それでね戦っていくわけなんですよね、コンテスト。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしておきます。